あるな。ねえマジどこ。マジ本当に消えたんだけど、どこ。おい、なんだよこれ。おい、あるな。おい、ねえ出てきて。どこだよ。うわあ。神隠し動画あるじゃないですか。あれものすごい声がたくさん聞こえるんですね。撮ってる男性の声以外も。友人にも撮影者の声だけだよって言われて、そっか聞こえないんだって思って。二人の声がするかはまだわからない。ですね。全校集会の中から特定の二人を見つけ出すようなものなので。あんまりじっくり見ないでくださいね。指もさしたりしないでください。刺激したくないんで。2階の一番左の窓。男性が見てます。え、こちらをじっと観察してますね。どんな例なんですか。メガネをかけてます。痩せてらっしゃって。あ、カーテンの方にもいます。私たちすごく見られてます。ここの霊魂たちに。ああ、どうもお疲れ様です。ご苦労様です。どうも。ここはこの世に執着している霊魂様が多くて、ご挨拶しながら中に入っていきます。お邪魔いたします。危害は加えませんので安心してください。どうも失礼します。ああ、どうもお疲れ様です。
あそこに男性が座ってます。あちらです。こっちを見てます。どうも、お疲れ様です。危害は加えませんので。ああ、滅相もないです。はい、お邪魔いたします。ね、いやいやいや、ああ、そんなことないです。さっきペットボトル渡しましたよね。あ、ちょっと待ってください。今出しますね。あ、早く。もうカバンごとでいいですよ。あ、もう濁ってますね。え、もらった時透明でしたよね。今日は二人で来てるからか、いつもより高ぶってるようですね。失礼します。ご苦労様です。どうも。すごいシャワーだ。声多いっすか。今日は二人だからか、皆さん警戒してますね。拒否の意思を感じます。え、なんで、どうして、つかない、つかない。あ、落ち着いて。やっぱり拒否感が強いようですね。ゆっくり出ましょう。はい。お取り込み中すいません。私たちはこれで出ますので失礼します。明かりどうですか。着いた。やっぱりちょっと拒否感が強いようですね。まだいけますかね。行ってみましょう。まずいですね、これは。何ですか、これ。そうか、そういうことか。何なんですか。かなり乱暴な降霊術みたいなもので、不埒なことをして輩がいたんでしょう。これによってここの方々が挑発と受け取って興奮しているんです。挑発。違います。私たちはそんな輩じゃない。安心してください、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 安心してください。この部屋は出ましょう。怒りの感情を感じます。はい。失礼します。お疲れ様です。ああ、
ここも良くない気を感じますね。今音しました。しましたよね。